ハリケーン・カタリーナ。ハリケーン・カタリーナ、ポルトガル語、フューリーカをキャッテリーナ、英語、ハリケーン・キャッテリーナは、2004年3月に、ブラジル沖の南大西洋で発生し、ブラジルに接近して、被害をもたらしたハリケーン。最盛期には、サファ・シンプソン・ハリケーン・スケールで、カテゴリー2にまで発達した。2004年3月12日、ブラジルの南東沖の大西洋に、 寒冷前線に伴った気圧の谷が発生した。19日には前線上に低気圧が発生して南東に移動し始め、22日には南東にあった気圧の尾根に押されて停滞る。24日には低気圧は発達しながら形を熱帯低気圧のように変え始めた。この付近では上空の風がかなり強まっていたこと、海水温が24摂氏26度と暖かかったことで、 熱帯低気圧が発生する条件が整っていた。西北西に移動しながら発達し、25日にはフロリアノポリスの東南東630マイル付近でトロピカルストーム強度に達した。低気圧はコンパクトに発達しながら西に移動し、26日にはハリケーンの強度に達した。地元新聞はフューリーカをアメナザンドキャッテリーナ、ハリケーン、カタリーナ、 サンタカタリーナ州のことに迫る、と報道。これをきっかけに低気圧は、キャッテリーナ、カタリーナと呼ばれ始める。28日には100マイル毎時とカテゴリーに相当に、発達、風速は推定で110マイル毎時に達した。低気圧は勢力を保ったままカテゴリーにで、リオグランデドする州南端のマチトーレスに陸、その後急速に衰えた。低気圧は、形状や進路、 上陸後に衰えることなどが熱帯低気圧に非常に類似しており、ブラジルの気象学者は低気圧をカタリーナと命名するなどしていたが、同国政府の気象担当者は当初それを熱帯低気圧とは認めなかった。それから1年以上経ってカタリーナは熱帯低気圧として分類された。この低気圧について知った北アメリカの気象学者は、 この地域でこういう気象現象が発生したことに驚きながらも気象衛星の画像から厚い雲で覆われため周りを取り巻くスパイラルバンド、暖かい水温、暖気で構成されていることなど気象学的にも熱帯低気圧の特徴を示していることを確認した。アメリカ国立ハリケーンセンターもこの低気圧はハリケーンであるとの見解を示した。ただ、 カタリーナという名称は、官令的なもので、世界気象機関による国際委員会が認定した名称ではなく、非公式な名称である。あまり使用されていない名称として、アルデンザというものもある。また、イギリス気象庁の発表名では、レーチ・ティ・アルファー。アメリカ国立ハリケーンセンターの発表名では、50リットルのナという章が使用された。南大西洋では、 最大風速秒速17.2メートル以上の強さの熱帯低気圧、世界気象機関の定義でのトロピカルストームについて、ここの熱帯低気圧の命名や海域別の故障が定められていない。熱帯低気圧は一般的に熱帯収束帯の両側の低度地域のうち、強い上昇気流が発生する水温が高い地域で発生するため、 熱帯収束帯や水温が低い地域では発生しない。しかし、好条件が整えば発生することがあり、過去には1991年にアンゴラ沖で発生例があった。カタリーナの場合、水温は熱帯低気圧の発生に必要だとされる摂氏26.5度に近い温度であり、強い気流を起こす十分な軽圧があったため、好条件が整っていた。 南大西洋で熱帯低気圧の発生例がないと言っても、気象衛星によりこの地域がカバーされたのは1970年で、これ以前の観測では十分なデータが得られないため、1970年代以前には発生していた可能性もある。いずれにせよ、この海域での熱帯低気圧の発生は、珍しい現象であることに変わりはなく、気候変動や地球温暖化との関連、 あるいは南極振動などの南半球での季節的な気候変化、テレコネションの影響などが研究者間やメディアにおいて取り上げられたものの、まだ研究途上にある。ただし、カタリーナの場合、中心部の温度が周辺部よりも低いこと、雲の上部と下部で回転方向が同じことなど、熱帯低気圧というよりもその元ととなる積乱雲の塊、 熱帯性暴風に近い特徴もしている。はっきりと現れた目についても、目は温帯低気圧でも発生しうることが確認されている。南大西洋においては熱帯低気圧ではなく、熱帯性暴風雨の発生は毎年何回も確認されているため、カタリーナを熱帯性暴風雨と考えれば珍しい現象ではない。しかし、カタリーナは熱帯低気圧と 熱帯性暴風の両方の性質を持つ、ハイブリッド型でないかという見方があるほか、温帯低気圧として発生したものが、熱帯低気圧に変質したという見方などがある。ただ、その後の気象学会等でもカタリーナが一体なんで、あるかは結論が出なかった等。また、NHK スペシャルの気候大異変では、地球シミュレータは、カタリーナ発生の1年前に、 南太平洋で熱帯低気圧が発生することを予知していた可能性があったと伝えられた。しかし、このデータは1979年から1998年の観測データを再現したシミュレーション結果であり予測されていたわけではないとの指摘がある。他の熱帯低気圧と同様強い雨による洪水の被害などが発生した。ブラジルの気象当局は 熱帯低気圧による被害を警戒した情報などを出さなかったため多くの住民が避難せず被害が拡大したと考えられている。前回1500件のほか4枚件の家屋が被害を受け、バナナ農園の85%、他の40%が被害を受けた。死者は3人、負傷者は75人に達した。被害総額は3億5、0ドルと推定されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。